はい、どうもキクスです。先日行われた 3×3 日本選手権予選京都府大会に青キクス出場しました。そしてなんと優勝しました。はい、で、まあ、優勝したということで次なるステージ中日本大会という大会に出場することが決まりました。でその中日本大会で上位何チームかになると次の全国大会に出れるという仕組みです。で、全国目指して次の中日本大会も頑張るんですけども、その京都府予選の試合がね、ほんとフルムービーで、まあ、2試合あるので、ぜひ皆さんにね 3×3 がどんなものやと何ぞやと、ぜひこのムービーを、まあ、ハイライトを見て、まあ、面白そうだなと思ってくれたら嬉しいです。というわけでハイライト行ってみましょう。どうぞ。